皆さん新年明けましておめでとうございます。山下達郎です。毎週日曜日午後2時から55分間お届けいたしております山下達郎ジャックスカードサンデーソングブック、9年中はいろいろとありがとうございました。1999年、今年も1年間サンデーソングブックよろしくお願い申し上げます。東京 FM をキーステーションといたしまして JFN 全国35局ネットでお届けしております。まだおとそ気分の抜けない三が日、今日は1月の3日でございますが、私の7年ぶりのコンサートツアー去年で3分の2を紹介いたしまして残り16本、もうここなるとあっという間でございます。2月の11日の、千秋楽に向けましてですね、一挙に、残りのところに回ってまいります。今週年明けの第1弾のツアーはですね、名古屋からスタートいたします。1月の7日8日木曜日金曜日名古屋センチュリーホール、ここから今年の1999年のですね、ツアーがスタートいたします。名古屋の皆さんお待ちどうさまでした。お待ち申し上げております。さて1999年第1弾の、サンデーソングもうすっかりおなじみになりました。今年も始めます。大滝詠一さんをゲストにお招きいたしまして新春放談、もう15年の、長いあれになりましたのですね、去年はいろいろと、幸せな結末の直後でございましたですね、幸せな結末を、中心にした話題でかなり、ハイペースで飛ばしておりました。その後1998年、また、何をやってるんだかいろいろあります。今日はその辺を追求しつつですね、いろいろと、濃い話をお伺いしたいと思います。ヒストリーオブジャパニーズロックを、やっておりますのでですね、ハッピーエンド関係の話もですねいろいろ伺うことができました。今年はもう大奮発して3週間いっちゃいます。今週来週再来週、新春講談3週間ぶっ通しでございます。濃い話になっておりますですね、ナイアガラフリークの方にはたまらない、全然、関係のない人には何だか全くわからないです、ね、カルトな、このサンデーソングブック、もともとカルトでございます。カルトの中にもカルトな正月早々のですね、恒例行事となりました、大滝詠一さんとの新春放談、今年も、たっぷりとお楽しみいただきたいと思います。さて北海道釧路市石田優子さん、それから、新宿の本間美香子さん、その他たくさんの方からリクエストいただきました。大滝詠一さん1978年のアルバムナイアガラカレンダーからロックンロールお年玉。皆さん明けましておめでとうございます。いやこうあれですね、電話ばっかりですね最近は。もう本当このところね、あなたほら忙しいから。いやいや、であれですよ、あの僕この間あのライブの打ち上げであの富士パシフィック関係の人がたくさんいらっしゃいましたね。たくさん来たね。代表取締役が、大滝君にもうあれ、レコーディングしちゃやめてるから、もし行ってやってくれよって。なんだよ、それ。君の役目じゃない。よくわかんないっていうね。それでところで、あの、市川美和子さんのアルバムはどうなったんですか？ね、まあ、順調に行けば春先の予定だったんですけれども、まあ遅くても夏前ぐらいには出るでしょうし、年内には出るんじゃないですかね。いいじゃないですか。僕一応やるにはやってます。あの曲すごい好きなんですよ。トップスターでしょ、あれ最初現代ね、パパのテレキャスを踊ってるっていう、まあ要するにそういう童謡のもの。14歳ぐらい、あの年齢別のね、アルバムっていうことだったんですよ。あので14、16、18、20とかそので30いくつか4か6ぐらいまでの女の一生ですよ。杉村春子ちゃん初めて聞いたようなタイトルをしなきゃちょっとね、なんだかね。でそういうようなあのアルバムの最初の14歳、やりが一番最初のファーストエージ、そういうようなそういうコンセプトだから。どういうようなわけですか、ね、まあ要するに14歳だからね、でもそれにテレキャスターが出るご時世になったわけっていうようなことなんじゃないのかな。だからビートルズっていう固有名詞があの歌の中に出てくるとか、あの一語白書なんていうのが前にあったけども、そういうような固有名詞の使い方でテレキャスがまあ入れていいものかどうなのかはまあ別にしてもね、まあ、そういう同様の世界っていうのはそういうふうにあるもんだからさ。もう大滝さんと初めてお会いしてから25年になりましてですね、実に四半世紀が経ちましたですね。今年25周年なわけでしょ、君らね。全くそれで25周年記念なんだこのツアーは。そういう意味では普通は開業25周年ですね。
開業ね、うん、そうですね商売始めて、ね、初めてだからね。でもまあ日本の場合はほら芸能界あの何周年っていうのは一応レコードデビューを持って、アルバムで、あレコードデビューだよね、持ってシングルデビューでしょ、シングルデビューを持って芸能界生活何年って言うでしょ、だからやっぱり内弟子の時代は数えないと、数えないんだよね、そういうあの凪田さんみたいにあの自分でやって自分でやり始めて何年っていうのとあのレコードが出てから何年と2つあるとかね、そうなんだね。でうちの奥さんが去年の年末で20周年なんで、サザンと同じ、ほぼ同じあの発売、サザンって20周年だ、20周年だったんです去年、だからベスト出してあれしてすごい活動があった、ね、あなるほど、それだからでもうちの奥さんも誰も祝ってくれないとか言ってね、あらいいんそんなもんは、だからまあそんなこと言ったご主人がやるしかない、そんなこと言ったら大滝さんはデビュー何周年になるのね、ちょうどだからあのあれですよね、あ25なんだ、でバレンタインブルーで今年で30年だから、30年で来年がだからハッピーエンド30周年、来年が30周年ですかね、2070年ですね。70年デビューだった、ねうん。ついに30周年。うん。多いですね。大したことないでしょう、エルビスのキャリアを超えちゃいましたよ。超えてないからね。みんな途中で、ビートルズだって7年ですからね。ね。まあ、いい時は短いからみんな。君の間、コンサートは去年見に行ったけど、あれだね。久々にまただから。その説ありがとうございました。復活の、力強さを感じたね。いや、大谷さん。またこれから、ぐいぐい、行く。ぐいぐい、何に再スタートの、ぐいぐい行く感じ、ね。ところで、のし出しみたいな。感じたね。で、あん中で、まあ、いろいろあるんだけどさ、今年はさ、随分、っていうか、自分自身の捉え方がまたちょっと変化した部分があってね、初めて、まあ前から分かっていたことではありながらも、初めてすごく力強く感じた年でもあったんですよ。ああ、そうですか。僕個人の中でね。はい、で、いろいろ曲はあるんだけれども、まあパレードを聴いてた時に、あ、童謡だったんだと思ってさ。だ, ね、だからあの時に、だからまあね、シングルにしたいって君は言って、うん、で、これ最初からシングルっていうのは、少し飛躍がありすぎやしないかって言って、プロデューサーとアーティストの間で揉めた事件ありましてね。で、そのアルバム、結局は、結果的に、ファーストアルバム入らなかったんだけれども、そうか、同様なんだっていうところまで飛躍できなかった、当時の、プロデューサーとしてのその力量不足をしみじみ感じたね。いや、今から考えると、大滝さんのあの頃のやっぱりスタンスって、いかに要するに邦楽と洋楽のギャップを埋めるかっていうこともすごいあったじゃないですか。うん、自分は洋楽ファンなんだけど、結局やっぱりその邦楽としてのヒットパターンっていうことをやっぱりすごく意識して大滝さんやってたから、うん、で僕らはもうほらもうその洋楽一辺倒だったでしょ、でその辺のギャップすごいありましたよね、だからそのクレイジーとかね、例えば紅ホテルとかああいうようなところっていうのを教えてもらった時にちょうどそういう時期だったじゃないですか、うん、そこのやっぱりなんていうのかな、あの当時の僕思い出すと、こっちはとにかくただてめえが歌ってて気持ちよいのと、うん、その何しろいかに洋楽的であるっていうの、逆にその歌謡曲っていう規制の主流とさ、いかにこうなんと差別化図るかって、うん、そればっかり考えてたわけじゃないですか、だからどっちもどっちなんですよね、5年前君が出てくる5年前がちょうど我々がその世代、そうですよね、そういうような感じだったんで、とんがりまくってましたもんね、で、それでも同様だったんだと、だからそういうその子供番組に後で使われたんじゃなくて最初から同様だったものをね、いや、ようやく分かりましたね。そういう意味では。なんだろうね、これからいいんじゃないの？プロデュースさして。日本の。なんだよ、これ。この間、大滝さん、コンサートいらしていただいたときに、高田文夫さんが一緒にいらっしゃって、高田さんは大滝さんとの、いわゆるポン立ちだから。いや、それほどではないんですけどもね。それで、まあ、だけど本当にいい人紹介していただいて、そんな紹介するほどね、そんな濃い付き合いじゃないんですけどね。でもそれで、例えば落語の話とかね、うん、考えたら、ちゃんとした形で、できる人はいないんだよね。いないんですよ。我々のっていうか、音楽業界には非常に少ない。だからよくよく考えて、だから高田文夫さんと一番最初にお会いしてね、何を最初に聞きたかったかっていうと、トーナス屋星団の一番最後はどうなるのかっていうね。よく考えたら最後まで聞いたことないんですよ。みんな途中で終わるでしょ。うん、落として。うん、あとお初特命とかね、うん。長い話って、途中までしか知らないんだけど、うん。最後の段やらない場合が多いからね。本番前に第一声でそれ聞いたんですよ。したらあれはずっと延々あるんだけど、後半はつまらない。うん、大体やってるあそこのとことが一番面白いんで。三夜分かんなくなってやめるとか、もうつまんなくて途中で止めるっていうケースは多いんじゃないですか。みたいなですね。うん、そういうことをだけど聞いた
聞く人がいなかった。だからミュージシャンとかだからそういうのはこう別のものだっていうふうに思われてるし、で周り見てもだからその落語のファンとかそういう少ないからさ、だからそういうふうにそのまあミュージシャンはミュージシャンのグループ、落語家は落語家、演芸は演芸のグループ、なんとかってやっぱりこうセクト別に分かれてるからね。また最近そうなってきましたね、若いあの世代って。一頃割とクロスオーバーがあったけど、70年代は大体 ね、その山下洋介トリオと、そうですよね、ハッピーエンドとシュガーベルとかね、そういうようなものがあったりあったんだけど、だんだんなんかね、あれですよね、ロックはロックっていう、音楽は音楽っていう分業化がまたなってきてるから、だからあの以前だったら当たり前だったものが、あの特別化されたね、珍しいねとか言われて珍しくもなんともなくてさ、まああとはよくあの分かってると思うけど、あの高田さんとちょうど同じ昭和23年だからね、だからそのどっかの道で分かれてるんだよね、その虎と猫がどっかのところで、あの変えたのと同じような感じのさ、で一つ間違えてるっていうのは変だけど、違う道行ってれば僕が高さんの方行って高田さんのこの方に来てるっていうようなことを ね、 よく分かりますね、あるんですよ、そういうことって。だから伺った話によると、高田さんっていうのはそのだからいわゆる大谷さんと同じ年なわけですか、だからいわゆるこう70年半のね、政治の時代の人なんだけど、そういうの一切目もくれないで、ひたすら寄せ替えをやってたって、ね、やってたんだってね、生きてる時の新章を見てる人だし、そういうところでやっぱりそれが何つうかな、後にこう放送作家になった時に芸を身を助けるというのかな、そういうあれでしょ、そのやっぱりそういう意味ではその人と違う道をね、歩んでた人って結局要するにそのサブカルチャーだったものがやっぱり長い年月経ってそれがやっぱりこう強みになる、でも結局その一般的な世の中の流れの中で生きてるから一般教養とそういう、こう特殊技能がさくっついてさ、そこそれがクロスオーバーしてるわけじゃないですか、彼もね、そうそうそう、そういうでそっちの方向に行くのにはちょっとしたきっかけなんだよね、10から12ぐらいまではね大体みんな同じように進んでるんだよね、そう野球見たり相撲見たり、そのラジオ聞いたりテレビ見たりっていうので、その大体浴びてるものは大体同じものなんだけども、どっかから変わるんだね、あのさ例えば50になったでしょ、そうすると同窓会の誘いが来るわけですよ、一緒に50歳だからもう最後でっていうようなことちょっとあれでいけなかったんだけれども、一番懐かしいのはね、中2と中3なんだよ。でそれはね、当時の人間が懐かしくないとは言わないけども、よく考えてみると62、3年のポップスが一番自分にとってその影響が個人的に強いのと、だからその曲があるとその背景にまあいろんな人物が出てきたりするから、あそういうことなのかと思って、なんでその時代のあの同窓会ならあの一度出たことあるんだ、一度出たことあるんだけどもと思ったのはね、中学2、3年62、3年、ビートルズ直前なんだけど、ね、まあ、あの時のポップスがやっぱり自分にとって一番、まあそこがアメリカの要するにああいうポピュラーミュージックの一番結果的に歴史的に見てみるとね、実はそうだったんだ、認められるところですからね、本当にあの 次から次と新人新しいグループが新しい音楽を引き下げて連日1ヶ月おきぐらいに出てくるっていうような時期は全部ないんだよ ね、作家の時代っていうか、そういういわゆるその曲の時代っていうかな、ですよね、スターも確かに大事だけど、それを作ってる要するにプロジェクトがね、いまだにだからその例えば、バスケットフットボール、あのメジャーリーグ の、 あの背景で流れる音楽っていうのは大抵62、3年から5、6年までの曲が延々と使う、それ以外はもうテイクメイアットザボールゲームとかさああいうようなミュージカルのものはあるけど、ポップスっていうと大抵62、3年から5、6年なんですよ、でいまだに向こうは80年代90年代のヒットボックスあんまりないんでね、そうですね、だから一番その時に出た時代だったんじゃないかなと思うから、そういうのっていうのはあるんだなと思いましたね、学校教育って僕よくそういうほら高校生になんかなんていうのエッセイ書いてくれとかそういうね、学校新聞、学級新聞にあれ書いてくれとか言われますけど、普通僕なんかがね、あの父親とか母親から言われたのは、大学へ行って友達を、大学ってのは、ね、勉強することも大事だけど友達作ることが大事なんだ、そこが一生の友達になれるんだからね、大学ってそういうところで要するにその社会出た時に助け合うための友達っていうのは本当の意味での一生の友達作るところっていうのはすごい大きいからって僕ちっちゃい頃ずいぶん言われた記憶があって、まあ僕大学入って3ヶ月ぐらいドロップアウトしたんだけど、でも今から考えてみるとね、僕一番今でも親しく付き合ってるのは中学の友達なんですよ、中学2、3年のね、その頃の方がやっぱり一番感受性がこうバーッと膨れていく、その賭博地じゃないですか、
その結局だからその時に音楽を覚えたからそれが今一緒の仕事になってるわけで、うん、その時にあの一緒にバンドやってる人が、まあ、あるものは医者になったり、あるものはまあ服飾業界行ったり、それから不動産鑑定士になったり、うん、そういうようなやつがたくさんいるんですけど、その結局ところの友達が一番今でもね、うん、あのライブも来てくるし、あの個人的な交流もあるっていうね、うん、それは全く同じですね、小田さんとね。で、結局やっぱその時代の音楽が自分に一番影響ある。うん、僕66、7年ですから。ああ、そうですね。ね、だからその、そういう人と会うと、その背景にその楽曲が流れてるし。しかも彼らとそれを共有してるっていう、ね。共有してるでしょ。で、曲流れてくると、いろんなそういう固有の、まあ、思い出なりなんなりが毎回出てくるし、それが自分の原点だから、毎回そういう原点を確認しようっていうようなことも含めて、お互いにあるんじゃないですか。不思議ですね。やっぱり大谷さんが50になっても、やっぱりそこの14歳の時に、うん、やっぱり始まった時っていうのは、どこを原点なのかっていうのは、ね、やっぱ大きいような気がするけど。僕7年ぶりにあのツアー結構今回多いんですよね、うん、48本ってあの実は生まれて初めてなんです、こんなにまとまった数。そんなやってない、ね、大体ここ12、3年は32、3本、うん、で40になったらちょっと多いかなっていうね、うん、ですごく多いと自分の友達が全国散らばってるのなぜか来るんですよ楽屋に。ははは、もうそれこそ20、30年ぶり、うん、ぐらいの人全然わからないんだけど、顔だけ見ても、ね、そういうあの個的な部分的な同窓会ですよね。そうですね、うん、ええ、だそれで東京の時にいる時にはまあそんなに別に行こうとも思わないし、うん、あれなんだけど、そうやって一人だけでポッと来ると、うん、1対1だからそれなりの話もできるじゃないですか、うん、そのなるほどねっていうね、うん、ただすごくあの言われないとわからないっていうかね、うん、風貌がだから変化しちゃってるとか、うん、そういうのもあるし、うん、なんだけど割とそういうところをこう感慨深く感じるようなだんだん年回りになってきたのかなって、じじくさい話してますけどね今年は本当にねやっぱり幸せな結末があるから若い子が結構、ね、あ今年ね、このハガキがね おかしいのが結構あるんですよ。あもうなんかえらい若い子がねハガキを起こして、これこういうパターン昔なかったですね。この19歳北海道釧路市石田弘子さす、明けましておめでとうございます。早速大滝さんに質問ですと言っても何を質問すればよいやら迷ってしまいました。そこで今年のご予定を聞かせ願いま去年毎年よく言ってる割合よくそんなことは自慢になるなっていうようなことに思われるかもしれないけど本当に白紙なんだよね自慢じゃないけどもう翌年のスケジュールのなんとかっていうのはさ、まああってもしょうがないんだけどもさ、パソコンの中にスケジュール表みたいなのがあってね、うん、とりあえず来年もあるんですよね、どういうわけだか。まあそういうの入ってんだけどさ何にも入ってないの、綺麗なもんだよ。しょうがないね、本当に。それ結構ね、割合毎年自慢のパターン。期待は失望の半つってね。そういうんじゃないですけどね。全くね。何にもありませんから、まあ一つ。気楽にないもんだと思ってて、毎回同じこと言う。あのね、世の中の、常識的な考え方で言うとね、毎年同じこと言ってるような気しますけどね。なあ、あなたですか、私は四半世紀付き合ってますから、よくわかりますしね。わかるでしょ。一人だけの理解者のいるうちはね、同じこと言い続けようかと思って。一般どっかの人だから、ほら、聞いてくれる人がいるうちは、俺はずっと歌うぞって言ってたのと同じようにね。一人だけでも理解者いてくれるうちはね、同じこと言う。一般的な尺度からしたらね、一体何をしているのだろう。よくみんなそう言うよね。それもだ、付き合えばわかるんですけど。ね。ええ気にならないでしょ普通ね。それだから一応代弁しとかないと、ね、あそう、世の中との誤解をそのいいよ解かなくてもこれだってこの人ねよくくれるんですけどね、鳩の長房さんっていう、これは大野城市、以前から伺いたかったことがあるのですか。そんな他人のことはほっとけと言わせると怖いですよ近年の大滝さんの生計は主として何によって立てられているのでしょう。確かに幸せな結末はヒットしましたし、以前にはロングバケーションの大ヒットもありましたが、この間も十数年の歳月があったわけで、それらの印税だけでやっていけるものなのでしょう。いろいろな企画等にも参画されているのも見聞はしますが、それらがあまりに金お金になるようなものとも思えません。成長された子供さんを持つ一家の大黒柱であるご本人から差し障りのない程度でその辺のところをお教えいただければ幸いです。これとってもね、正直なね、率直かつね、正直とか率直とか言うのか税務署員かなんかなった方がいいじゃないのか将来
ここまで言わしめてしまうというね。これが偽らざるあれですよ。ああそうなのかな。そうですよ。どうしてみんなそういうこと気になるんだろうかな。いやだから芸能界というのは儲かるというあれなんでしょ。ああそういうことなのか。うん、そうなんでしょ。だからさ、でそこでだから儲かるとか儲からないとか言ってもね、うん、まああのあれなんでしょう。そう思いたい人は持っておけばいいんじゃないですか。うん、あれなんでしょうね。だから大竹さんはね、あの本当にポッと言ってね、あの獅子座流星群みたいなもんで。あはは。まあ獅子座だしね、俺は。あそうか。うまかった。まあ、ポッ失礼した。と言ってドーンとねあれしてね。あの85度ぐらいバーって上がってまた85度でバーってやってたまた土の子みたいにいなくなってそれでねそれがですね獅子座流星群ご存知の通りあなたほら星もうプロだからあれはあるんだよね地球がその時期に見えてるだけなんだよそうですねたまたま見えてる哲学的に教えてあげるんだけども俺はいつもいるのよでその時期に的に相談してるその時期にオタクらがその時期に見えたってだけの話でね、うん、私は常にずっといるだけのことなのよね、うん、どないだまあ縁がなかったとあのだから見えない人が縁がなかったそうそうそうで、ね、全部見えて終わるわけじゃ毎年ね同じこと言ってるよね、うん、でね人がみんなが歩いたってさ、うん、全員知り合って終わるわけじゃないのと同じようにねまあその範囲ってもがあるもんなんだよ一生の限界っていうのがね全てだからテレビがテレビあんまりにもでも ねテレビが中心にもうなりすぎますんじゃないかな、ね、だから舞台俳優はいないと同じですもんねだからこれもねでもねどんなことでもねあの映画でさえどんなもんでさえあるいはその戦前の流行小説とかそういうのも含めてでも、ね、永遠にずっと良かったケースはまずないからねだからどっかのところでなんか変わるんじゃないのかなと思ってるけどね、うん、まあいくら言ってもしょうがないんですよね、まあ、しょうがないよ、うん、だから言わないっておくしかない言ってちょうだいこれ最高今の達郎山下プレゼンツサンデーサングブ1999ジャックスストーリーただいまより新郎新婦のご入場ですねえどう思うよね新婦のあの衣装あそこのテーブルの2番目の人ちょっといいと思わないやっぱり白向くの方が素敵なのかな今こっち向いた人かっこいい由美とは周りの男性ばっかり見てないで少しは新郎新婦の方を見なさいよもう人の結婚式って自分たちの予行演習みたいなもんなのよしっかりチェックしなきゃ結婚って式の準備とか新婚旅行とかそれに家具も買わなきゃならないしいろいろ大変なんだからジャックスカードのブライダルサービスなら白むく色打ち掛け振り袖の3点セットを8万円の特別価格でレンタルさらにお料理飲み物引き出物や婚礼家具ご購入の割引サービスもありますさあやっとお開きだねえ2時間この時間さっきの彼らと仲良くならなきゃユミったら引き出物忘れてるわよねえユミいつも一緒にねジャックスカードでところで去年はですね一応新婦2つやってるじゃないですかやってるちゃんとプロデュース立派なもんじゃないですか2つもあるね仕事ありますよそれで何大してさほどの売り上げでもないのに生計をどうやってんのかってやつもあったすごいですよね頼むよいいよそこまで心配しなくてもなんかあの本当にあれになったら助けてくれるんでしょうかねなんかね、なんかそう期待して ありがたいですね期待して期待は失望のかとそもそものアンアンコウタをあの玉川カルテとやるということになったのはあれはその田村ディレクターっていうねあの長い付き合いのビクターの人ですねそうですね以前小泉今もそうだと思う小泉京子の担当になってた人なんだけどもでそれで怪盗ルービーで一緒に仕事をしたことがあるんですよね10年ぐらい前に、うん、で彼が独立をしてでそれで回ってきた仕事らしいんだよね、うん、それでアンアンコウタも担当だったんですよ山田邦子の。ああ、なるほど。その時、山田邦子のコータの担当が田村ディレクターで。なるほど。まあ、その時にも、まあ、一生懸命作ったんだけども。で、前からなんか、もう一回生かす道はないかっていうことを彼は考えてたらしくて。で、いかがでしょうかっていうことなんで。まあ、詩の手直しをちょっと手伝っただけ。うん。だけいいね。いやいや。本当に、ね。そういうのもだってプロデュースのうちですよ。じゃあまあそうです。だから、いろんなプロデューサーの方、プロデュースの方法があってね。今プロデュースって言うとなんか、もう1から10まで全部やらなければならないだとかさ、なんだとかなんとかって誰かがなんかそういう名前利用したくてなんか言いたくて言ってるのかどうか知らないけどさ。だって、花からさ、一つじゃないんだよ、仕事の中身なんてのはね。で、いろんな形があるわけよ。ピッチャーもいるよね。いろいろあって、だからお金だけ出す人もいれば、その、何もしない人
人もいればね、あの我々あのハッピーエンドの時のプロデュースの方っていうのは馬主さんの方ですからね、でそういうことだって十分ちゃんとお金出した人だから、カニマジだって立派なプロデューサーあるんですよ、そういうようなことをね。だからあのラジオの番組をプロデュースしてる一体どの辺まで関わってるの、いいじゃないんだよ、そういうの面白いけどいいんだからで、アンアンコウタはもともとはアンアンコウタのテーマだったのね、これ。そうです、話がちゃんといいじゃありませんかもうのんびりやることにしたんですよ、そうそうそう、玉で山田邦子のバージョン、この話してないのか、してません、そう、じゃあ、山田邦子のバージョンに途中でアンアンアンっていうのをあの当時の玉カルさんに頼んだ。であそこの中にはね、玉川カルテットはコーラス入ってる。結構贅沢な作りをしてるんだけれどもね。作りだけはね。なるほど。ソニーモノがあの、あれを、あのスペクターの曲を歌うようなもんで、ね、飲んだもんでね。でそれでだから逆にコーラスに入ってた人が本ちゃんを歌うっていう、まあそういう考え方だったんですけれどもね。だからアンアンコウタはもともとはレッツオンドアゲインに入ってる。そうでしたね。大体大滝さんのそのまた大元があってね。あそう。うん。あれをあの山形カエル子さんのあれオリジナルバージョンじゃないんですよね、アンアンコウタ。あそう。うん。であのキングのそれ知らない初めて聞いた。かなんとかさんっていう女性歌手がいたんですよ、でその人がねあの曲作ったんですよ、で作ってデビューする前に引退しちゃった。コロンビア、あのキングキングキング、うん、なんでその仕事が来たの、どこ、これが以前ハッピーエンドバレンタインブルーをやる前に、友人だったところ の, あの中田義彦君っていう人がいるんですよ細野中田大滝というその日曜日にレコードを聴く会というその3人がいまして、有名な中田さん、彼があのディレクターになって、ああそうなんですか、で、ホールドアップっていうグループを最初プロデュースしてて、それでなんかその彼女のそれが回ってきて、で細野さんに相談したところ、で細野さんが、デジタル演歌っていうのはどうだだけど78年の話でしょ、そうだよ、早いですね、でそう早いよ、それでねデジタル演歌っていう、あの人ああいうコピーライターだからね天才ですからね、天才なんだよ、今度コピー作る天才なのね、うん、彼は、でデジタル演歌っていうヒントを与えたらしくて、うん、でそれに沿って中田君が矢野さんに、矢野真子さんに頼んだんですよ、で矢野さんのアレンジで、AB 面作った中のその A 面、それがアンコータ、うん、音あるんですかそれ、あるんですよ、キングから買い取った、ああそう、うん、じゃあずいぶん前に買ったんだけどね、それってだけど一度も日の目っていうか、まだあのオンエアしたことない、したことないでしょ、一回も、来年ですねそれね、うん、昔高校の流れでやったんだったかやらないんだったか忘れたけど僕その話初めて聞いたでしょ、ああそう、うん、でそれをだからカバーしたんですよ、あれ、ああそう、うん、もうレッツオンダーゲン自体がカバーなんだ、あのアンアンコータ自体がね、その前にさらにオリジナルがあるという、ね、それだけスマート的な話なんだ、その歌手の人あの女性なんでしょ、もちろん女性で、いわゆる演歌っていうか、まあ演歌方面ので売り出そうという、あの美空ひばり的なあの歌唱法だったんですよね、うん、どなたかの弟子かなんかでしょうかね、なんな全然知らない、そこまで全然感じてない、何にもしない、名前だって覚えてない、会ったことない、なん全然ない、ああそう、うん、でレコーディングは全部その中田君と矢野さんに任せて、僕はだメロディー作っただけ、じゃあ矢野さんがアレンジしてるんですか、面白いですね、それ面白いよ、うん、オリジナルバージョンの方がいい出来だよOK は間違いないまあでもあのレッドオンダゲンに入ってるやつもその矢野さんキーボードやってるしね、あそうなるほど、そういう関係なんだ、うん、それで頼んだんですけどね、うん、それはしかし聞いてみたいですね、随分だからアンコータも長々とね、すごいですね、4度目のカバーですね、一回もヒットしてないけどそんなのばっかり何が悪いんだろうかな、不思議な人ですね、しかしアンコータ、いやいや大滝さんは、あ私、うん、なんでカバーの多さ、うん、いやね、まあね、うん、うん、すごいですよそれ、当たんないんだよアンアンコータですよ、だってカバーが、そう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 、ね、アンアンコータ今時ね、コウタ出さないよ、コウタ勝太郎さんもいないですさ、ね、だからね、こうたっていうタイトル自体がね、もはやもうジャンルにないでしょ、もう今の歌の、今こうたってタイトルつけて出そうって人いないでしょ誰も、うん、まあ温度もたまにあるかぐらいだけどさ、ね、なんとかブルースもちょっとそろそろなくなってるかなってところでしょ、うん、そうですね、でしょ、うん、まあそれは流行り廃りがあるわけだからさ、当然なんだけど、まあみんな踊ろうぜとかダンスだとか言ってもなんとかブギーもないですもんね今ね、ブギーはまずしばらくない、スモーキングブギーかハイティングブギーブギーでもないのにアメリカでもステップがなくなってるんですよね、だからステップの名前っていうのがね、ああそうだね、踊りの名前、あだからハッスルとかそのそれバンプとか、うん、そういうね
あった、そういうものが今ないんだ。ないだろうね、まあ、形がないやつだからね、うん、今ねだからダンスの提携がないんだよね。ないでしょうね、もうね、うん、あのこうなんていうの、あの人の波の上で泳いでるっていうかっていう、まあいろんなね、ああいうだから60年代のダンスって非常にコミカルだったよね。そうですね、で喜劇的な要素のホースとかね、大体、ね、馬の真似するとかさモンキーとかね、そうそう、だからああいうあの競馬の CM なんかも、ね、ホースの歌でやって馬の真似して踊るとかさ、だから本当に動物シリーズだったね、あの頃はね、60年代。あの大滝さんは競馬とか一緒に鳴らさないんですよ。やらないです。僕も全然しないんですけどね、うん、僕のドラムのあのローディーがね、うん、この間長山記念を初めて買って、2000円買ったら当たっちゃったんですよ。あら。そしたら8万円あら。で、それで部屋代払ったっつうんですけど、ね。部屋代払ったって、落ちがいいね。それでね、うん、電話かかってきてね、僕のあの、豚缶のとこに、ヒロシにね、うん、電話かかってきて、ね。ヒロシ。それで、まあ彼もあのそんなの しないんだけど、やり方ぐらいは知ってるじゃないですか。うん、で、どこで買えればいいんですかって言ったらね、それはもちろん、まあ、銀行行ってね、銀行、あの、とある銀行、宝くじ売ってる銀行、うん、あそこの上見ると JRA っていう窓口あるから、そこ行けって言ってね、うん、そしたら、それすっかり信用して、銀行の窓口に馬券出して買えてくれって言ったら、みんな笑われて、素直な人間でね。ヒロシがそれ言ったら、それ教えたの。ひどい、相変わらずひどいやつだな、あいつは。もうね、顔に出てるけど。そういうあれでね、そうか、だけどそのあれは大元を聞いてみたいな、それは来年だな、あーコーターね、うん、でも、うん、あれですよ、今年無料サービスは去年で終わりなんだよ。ああそう、うん、今年からどうなんですかね。有料なんなのその有料ってのは。有料1回いくら、だからもう仏の大滝も去年で終わり。なんだかよくわかんないけど、それ具体的にどうするんですかそれ。だから、なんかの、ボックスとかそういうのに入れようかと。ああ、なるほど。うん、もう、だから、あれだ。ただでは聞かせない。ただなんかじゃ、もう、あのね、で、つくづく思ったんだけどさ。だんだん。俺、基本的にさ、すごく大事なこととか、一般性のあるものは、ラジオでよくやってるのはね、パブリックドメインっていう思想のもと、大元に考えてるわけ。そういう本がね。なんだけどさ、水とか空気とかね、あれもパブリックドメインだと考えてるわけ。なるほど。で、水はある程度お金払うからみんな大事にある程度使うけども、うん、空気がね、タダだとなるとね、うん、ありがたみが分かんないんだよ、みんな。うん、でね、それがこう日常的になってくると、うん、だんだんひどくなってくる。うん、で、理想は分かるけどね、うん、その自由の限界もだんだん広がっていくとね、うん、やっぱりまずいんだ。でそこで、経済行為をそこへ入れて、ある種の代償を払うっていうことによって大事にするっていう心をやっぱり養っていかなきゃダメだと考えたんで、うん、50になってね。課金をすることにしたんだ。だから、あれで、仏の敵は去年で終わりだ。それほどサービスしてたとも思えないけどな。あ、そうなの。なんで。あれでも十分自分でサービスのつもりだったんだけど、ね。じゃあ一応、揮発はだったらいいと。まあね。あれですね。そう。揮発ね。レッツオンドアゲンの揮発性のもんだから。アンアンコウタをかけましょうよ。あ、かけよう。僕、しばらく聞いてないし。うん。
出しましたよ。はい、じゃんけんぽんって僕らやってんですよ。あんあんあんっていろいろさ、ずっとやってて、あんあんあんってな。ちゃんと君の声入ってるじゃん。やってたよ。思い出しましたよ。うん、いや、芸の幅が広くなったら、一人に太田さんの声がね。全く全く。こればっかりがね。もう、あの、これの禁煙温度のね、何が煙が目にしよう。今にせよ、今にせよ、俺はさ、一番のレパートリーじゃないのよ。あれが一番最初の歌。だから。あれで歌って、結構いい曲だなと思ったの、その辺から始まってんの。始まってるんだ。だから、きっかけになってるってやつでね、うん、もうさ、あの、最後の方にはいないんだけど、出だしの方にはね、そういうアイディア段階とか、そういうところにね、必要な人間なんだよ、私って。うん、その通り。ね、であれじゃんけんぽんなの最初じゃんけんぽんっていうのは多分あるあの独特 の, その地方のもんなんだろうから、あとあの別々いろいろ探すとなんていうのかなっていうようなことやった、うん、でどっか行ったらじゃらけつほいっていうのがあるっていうからさ、うん、でやってた「ちちのち」っていうのがあるってどこなんだそれっていうそれを中に入れてたんだけどさ、うん、であの今日終わるとあの NHK の FM で今度「ポップスデン」の2を。ちょうど放送するんですよ。あの明日からあの連夜5夜にわたってやるんだけどね。時間軸としてはいつ、要するにその特集明治のあの明治の、出だしからまたもう一回ワンを少し踏襲しつつ、うん、あの戦後の方までっていうことで、うん、ようやくねで5回であの1と2でねようやく総論がねみんなねだから総論聞いてるとさもう分かったと、その全部の流れじゃなくて、うん、俺は個々のあれが聞きたいんだとか言うのは分かってんだけどさ、個々のさそのやりたいのはやわやわなんだよ、うん、やんなんだけど総論を一回やっとかないと、個別にやってもみんな無理が、あれだからようやくだからねこれが終わってあの各論に入れるんだけれども、うん、でもねあの自慢じゃないんだけどさ、あれは今回自分のアルバム以上のものなんだよ。自分のやる以上のものじゃなくてさ、オロさん、アルバム作りっていうようなこと、音楽活動っていうようなことが、アルバム作りとかシングル制作だけに集約されるっていうこと自体はね、うん、俺はね、非常に偏った考え方だと思ってるわけ。音楽なんてそんなにさ、興味なもんじゃないんだよ。ものすごく興味なもんなんだよ。だからね、あれが俺のニューアルバムなんだけど、どうせ分かってもらえねえだろうなって、鼻から思ってる。でさ、それをね、だったら音楽活動っていうか、創作活動でやればいいじゃないかっていうふうにみんな思うと思う、うん、お前の解説はもう聞き飽きたと、うんうん。それを音楽活動にしてこそミュージシャンじゃないか、うん、やったのがレッツのだけなんだよ。やってんだよ、もう20年も前に。よくわかります。だからレッツオンダゲンはだからああいうようないつもの五択並べてるやつの音楽活動だったんだけどさ、才能が至らずにあの程度にしかならなかったんだよ。難しいんだよ。その中の今一つのアンダルザイムなんでいいんだよ、分かんなくたって。だって前後のあれ何にもないですから、あもう唯一無比であそこで喫立してますからね。あそこで終わる予定だったんで。で、ようやくだから、文房文子論から不動説で、で、今度のラジオ番組っていうのがね、あれの解説なんだけどさ。うん、で、まただからあれを創作活動しても、せいぜいレッツオンだけ止まりなんだよな。で、あれ以上のものできやしないんだよ。もう終わったんで。だからね、放送聞いてくれって。あれが俺のあのニューアルバムなんで。なるほど。ニューアルバム以上だよ。もうあれ以上のものはないと思って。本当に。だからこれからもし、やってくれって言ったら、2が終わって、3、をやってくれっていう。だからそれはお金取ってないんだから、パブリックドメインなんだからさ。まあ、いいから五択聞いてよ、ただの。なかなか。どないだ。この一年で理論をさらにまた構築してきましたね。いい、同じようなこと言ってますよ。Jack's Card Sunday。サンデーソングブック1999年第1回目のサンデーソングブックでおなじみ大滝詠一さんをゲストにお招きいたしまして、新春砲弾パート1、99年の新春砲弾パート1いかがでしたでしょうか。来週も引き続き、パート2、お届けいたしたいと思います。お楽しみに。今週の木曜日、1月7日そして金曜日8日から99年の私の、ライブがスタートいたします。名古屋の皆さん